大人旅歩き旅、今回は世界遺産を巡る今日の夏散歩。龍安寺といえば石庭。石庭が有名です。ここも見られるんですか、これ奥まで。そうなんですね。この時期しか見られない世界遺産の特別公開。こちらが仁和寺の国宝に。なんか空気が変わりますね。空気がガラッとキリッとします。そうですね。そして夏に食べたいうまいもん。本当美しいですね、宝石箱みたいな。私好き。おお、来ました。わあ、美味しい。香ばしさとコクが飲めるら心安らぐ万緑の世界遺産へ。大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、世界遺産をめぐる今日の夏散歩。新しい出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、今日の夏散歩。大阪から京都花園へは新快速と普通列車でおよそ50分です。二人はまず世界遺産仁和寺へ。衣笠山のふもとにある緑豊かな観光道路、衣掛の道。仁和寺、龍安寺、金閣寺の3つの世界遺産を結ぶおよそ 2.5 キロの散策路です。さあ、一つ目の世界遺産、仁和寺、はい、やっぱり圧巻ですね、この門は。888年創建の世界遺産仁和寺。つれづれ草仁和寺にある法師で学校の教科書にも載る有名なお寺です。仁和寺は約1000年ぐらいを皇族の方々が代々住職を務める、はい、門跡寺院として、続いておりました。すごいですよね、はい、創建から明治に至るまで30代にわたり皇族が住職を務めた仁和寺。そんな格式高い寺に残る国宝の建物、金堂。この夏、中が特別公開されるということで、一足先に見せてもらいました。お入りください。失礼します。あー、なんか空気が変わりますね。空気がガラッと、はい、キリッとします ね。そうですね。阿弥陀三尊像の形をとっております。本尊はおよそ380年前に作られ、その後一度も塗り替えられることなく、そのままのお姿です。仁和寺を創建した宇多天皇が自身の父に見立てて作ったと言われています。そして皇室ゆかりの寺ならではの作りが。上を見上げていただきますと、天井板は張ってないんですね。いきなり屋根のこう、はい、傾斜といいましょうか、はい、そういう梁がそのまま、はい、地震殿ですから、天井裏に何かくせ者が潜んでいてはいけない、はい、そんなこともあったんでしょうか。いろんな忍びだとかそういったものを排除するために天井を作らないで、そしてもう一つの特別公開が。綺麗なラインですね。そうですね、なんかすごく柔らかい品のある感じがいたします。ここにですね、はい、ある生き物がどこかに隠れています、はい、ある生き物、龍、あの辺、あの辺です。わ、さすが三田村さん。あの辺です。あの辺、あ、セミですね。そうそうそう、セミというのは飛んでいくときにおしっこします。そうです。防火の役目を意味していると。そういう、なるほど、建物の火から守る、火災から守るというふうにも言われています、はい、お堂の中には。うわ、すごいですね。座りますか。真言宗の開祖弘法大師空海ですね、はい、をお祭りする、そういう建物です。ここからこっちはいわゆる下陣と呼ばれていて、はい、ここから中は内陣といいまして、はい、まあ、出家を下見の人しか本来は入れない空間です。我々はね、なかなか普段
入れないですけど。特別公開ではそんな内陣に一段と空気が空気が、あ、この中も入れるんですね。はい、さらに内陣の奥、内内陣にも入ることができるんです。わあら、こんな間近で見られるなんて。私どももこんなに間近に見ることはあまりないです。あらららら、こちらがこのお堂の、まあ、中心にお祭りされている弘法大師空海真言宗の開祖であります。空海様、はい、片一方の手に五箇所という武器だと言われています。はい、自分の身を守る、あるいはまた自分の邪悪な心を打ち砕く、そういう仏具とされています。で、一番こちら側が、はい、仁和寺をお建てになった宇陀法王、もう出家したお姿ですね。出家したされた時、すごいね。200何十年前の話ですもんね。そうですね、その時の話ですね。お堂の貴重な内部が見られる世界遺産仁和寺の特別公開は来週から9月末までです。貴重な文化遺産を堪能した2人、お昼ご飯は仁和寺門前で。さあさあ、はい、今日のご飯屋さんは、おお、左近。左近、失礼します。よろしくお願いします。お世話になります。こんにちは。仁和寺の門前にあるお食事処左近、和食とフレンチのお店で、お昼には手頃なランチがいただけます。注文したのは、わあ、ありがとうございます。おー、まあ、美しい。すごいね、これ。わあ、お上品な。はい。あ、贅沢だ。この日の魚はタイ。昆布締めしたタイを真空パックして1日寝かせ、旨味を引き出しています。これはもうお昼限定の、お昼限定でございます。メニューなんですね。いただきます。うわー、私大好きこの味。おいしい。この昆布飯とものすごくよく合ってる、うん、絶妙なバランスで、すごい美味しいですね。吉川は淡路島近海で獲れたハモを使ったちらし膳を。今が旬のハモですね。うん、まあ、このちらしも本当美しいですね。もう宝石箱みたいな。本当綺麗だね。うん、うん、あ、柔らかくってちょっと甘めの、あ、そうです、うん、ちょっと甘おしてございます。美味、うん、しい。ハモの詰めが美味しいよ、そんな甘くなくて。美味、ね、しい、美味しい、ね、こちらは、あの、湯引きしてありますので、ハモ、うん、の、ハモの、お作りにつく今が旬のハモは湯引きでいただきます。ああ、このハモも好きです。あ、よかったです。さっぱりしてて美味しい。仁和寺来たら昼ご飯はこちらです。こちらですね。絹かけの道を進み、吉川が気になっていた龍安寺の近くにある店へ。今回予約してきました。おー、いいね、あきさん。はい、お、住宅街ですね。おー、そうだね。あ、ここですって。え、ああ、ティーセレモニーって書いてます。カメリアガーデン。ティーということはシャカ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 、茶道です。龍安寺の門前にある茶道体験カメリアガーデン。築100年の古民家で気軽に茶道が体験できます。今回の先生は表千家で学んだ森さん。お茶の歴史や作法、心得などを教えていただけます。
初めはお薬として飲まれていたんですけれども、そこからまあやっぱ飲む時間を大切にしようっていうので、お作法として出来上がったのがやっぱり千利休さん の時代でございます。かつては皇族や僧侶など限られた身分の人しか飲めなかったお茶、千利休が作法や心得を確立し、お茶の文化が広がりました。二人もお茶体験。サラ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 とちょっとふわーんと泡が少し出てきたなぐらいで大抵大丈夫ですので、はい、終わりましたら大きく大きなのの字を書いていただいて、真ん中からシュッと抜きます。実は吉川、浦仙家の師範でもある腕前。もう吉川さんもどうぞやっていただいて。いいですか。じゃあ失礼いたします。はい、お茶筅この3本の指で持っていただいて下に向けますね。はい、でほらこんな感じなんです。あわあわにするには裏はこうなんです。そんなにコンチクションみたいにやんなきゃいけないの。裏そんななの。はい、裏こうなんです。先生のすごくおしとやかだったほらほらほら、カプチーノになって。あ、そうだ。あ、本当だ。わあ、美しい。あ、そう。さすがです。本当に流派によって違うんです。俺こっち好き。お好み分かれます。違います。違います。あ、そう、裏なのね、それは。はい。うん。香りがものすごくいいのと、ふわっとした優しい甘みがあるし。そうですね。すごいスッと美味しいです。はい。面白いですね。そんだけ違うっていうのも。そうですよね。もともとは同じところから始まってるのにね。二人はいよいよ二つ目の世界遺産、龍安寺へ。なんだか涼しいですね、この辺りは。あ、そうだね。緑が生い茂ってるからね。はい、うん、あ、気持ちいい。衣笠山のふもとに立つ世界遺産龍安寺。京都を代表する観光名所の一つです。龍安寺といえば石庭。石庭が有名です。石庭入り口、お邪魔します。こんにちは。よろしくお願いいたします。中に入ると世界的にも有名な石庭が。失礼します。わあ、実にシンプルで。この石庭こそ龍安寺の象徴。15の石がありますが、どこから眺めても必ず一つは見えないように作られています。しかしその意味は現在も分かっておらず、見る人の自由な解釈に委ねられているんです。いろんな意味合いが垣間見れて、この枯山水ずっとこの場所にいたくなるような。はい、何を思うぞだね。続いて普段は非公開の場所へ。お邪魔します。うわー、ヒノキの香りが。そうなんですよ。ヒノキの香りがすごいですね。そうなんです。普段は法要の時にしか入ることのない仏殿をこの夏特別公開します。すごいいい香りですよ。この中の匂い、ヒノキの匂いですね。材質がですね、はい、台湾ヒノキの樹齢1000年から1200年のものなんですね。わあ、ね、癒されます、この香りで。あ、そうですね。
一本のヒノキがこの太さではなくて一本のヒノキを4つに割った分の一つなんです、うん、一本としては非常に大きいもので一本丸ごと使うと真ん中の芯が入りますね。どうしても割れてきますね、はい、芯を抜いて4等分にして丸くするってことはこういう丸くなってるこの太さ大きい。すごい。そして仏殿の奥にはあここも見られるんですね。この奥まであそうなんですね、正面に見えますのはですね龍安寺のですね御本尊さん。仏殿の奥には御本尊の釈迦牟尼仏が祀られています。さらに龍安寺にあるもう一つのお庭へ。こちらのお庭というのは西の庭と言います。はい。石庭で名高い龍安寺のもう一つの見どころ、西の庭。緑が綺麗な夏に公開されるのは初めて。来週から9月末まで公開しています。世界遺産を満喫し、二人は絹かけの道をさらに散策。そこなんかあるよ。お、京小物。小物屋さん。センス、京センス。おお、あこれからの時期っていうかね、今いいですよ ね。旅行客の人喜びそうですね。絹かけの道で見つけたのは京小物を販売する絹賀さん。何用のセンスを。いや子供のセンス子供用のセンスだったらこのこれ可愛いね。可愛、ね、いですね。小ぶりのうちの子難しいのよねうさぎがいいかな、これはいいかな。その辺三田村さんに似てるかもこれはセンス袋とね、はい、あついてるんですね。これじゃこれ1個ください、はい、マナ娘のためにセンスをお土産に。よし、これでお土産は今日のお土産ができましたね。お土産は終わったぞ使ってくれるかどうかが問題なんだよねいい買い物ができましたね。いいお土産ができましたはい。お、私の大好きな漬物が。漬物屋さん、京漬物、富川さん。お邪魔いたします。うわー、たくさんの種類の漬物だ。龍安寺門前に店を構える京漬物富川。丁寧に一つ一つ目を配りたいという思いから全ての品が手作りです。長いものね、しそ漬け。長いものしそ漬け、ね、美味しそう。いいです、ね、これねシャキシャキしてます。あいいですね。こんにゃく、プルプル、こんにゃく、こんにゃく、うわしそ漬け。しそ漬け。こんにゃく。これよそ売ってないです。初めて見ました。あ、絹かけ漬けってなんか珍しくないですか？はい、この品物はね、はい、前の道が絹かけの道って言うんです。これ絹笠となんかかけてるんでしょうか？あのね、天皇さんがこれ山に絹をかけたらしいんです。あ、絹がこうなびくのを風情をこう楽しまれたっていうので、絹をかけたっていうことから。絹に見立てて、ああ、そういうことか。衣を干してるみたいな切ってあるんですね。仁和寺を創建した宇田天皇が真夏に雪見がしたいと白い絹を山にかけたという故事にちなんで名付けられました。いいですね。絹かけ漬け、ね、食べますか。気になる品を購入し特別に店先でいただくことに。こんなに綺麗に盛り付けていただきました、ね、いや涼やかでいいですね。これ、はい、絹かけからいただきます。あ、いい音です。シャキシャキの、うん、うん、
美味しいです。もういい塩加減とね、うん、ほんのりした甘さと、はい、美味しいです。グーです、グーです。ありがとうございます。グーです。うん、絹のようにツヤツヤで美しいです。うん、気になる赤じそで漬けたこんにゃくも。食感はシャインマスカット。シャインマスカット食感、食感ね。本当だ、シャインマスカット。こんだけ味が染み込むんですね。はい、すごいな、この辺ずっと緑緑緑。はい、新緑の季節いいですね。絹かけの道をさらに進み向かったのは、お、麺来たぞ。麺ですか。これね、前ね、はい、この番組で行った中華屋さんのなんかプロデュースしたお店なんですけど。へー、おー、わー、美味しそう。うわ、おすっごい香ばしい。好き。おー、トロトロですね。ものすごくジューシーで。大人旅、歩き旅、今日の夏散歩。夕食は世界遺産金閣寺からすぐのラーメン店麺々閣で。実はこちら、以前番組で訪れた中国料理店博楽華城祭がプロデュースしたお店。うわ、おいしいぞこれは。早速ラーメンを。原価タンメン。うわ、おいしそう。いい香りだわ。ごまをベースにしたスープは山椒の風味を加えた店主自慢の一品。あ、甘辛いいい香りが漂ってます。うん、うん、あ、おいしい。辛さとコクとちょっと甘さもあって、うん、ごまの風味もしっかりと効いていておいしいです。もうお肉のブロック大きいですね。うん、ビーフシチューのラーメン版みたいなのくらいも、ね、うん、ものすごくジューシーでトロトロですね。旨味と甘味と噛むほどに出てくる。三田村はマーラー牛肉麺。うわ、うわ、辛そう。三田村さんの、うわ、赤赤、これ中国唐辛子や四川山椒をたっぷり使った刺激的な辛さが食欲をそそります。うわうわ、辛そう。すごいね。ジロって。私好き。おお、来ました。わー、美味しい。ま、麻婆豆腐のラーの麺が入ってるみたいな。うわ、おい、ラーの香ばしさとコクがちゃんと混ざってて、すっごい香ばしい。去年、箱ラボの方で。わー、オーナーさん。どうですか、ラーメン。いや、美味しい、美味しいです。飲めるラー。飲めるラー。旅のちょい足し。今の時期は本当に青もみじが綺麗な。そうですね、はい、綺麗です。今回訪れた仁和寺、日中の明るい日差しの下で見る景観も美しいですが、夜のライトアップされた幻想的な世界遺産も見逃せません。夏の夜の楽しみにぜひ。